ただね、花粉がもうすごい <laughs> すごいんじゃんああ花粉がすごいんじゃん <laughs> もう、毎日すごい。はい、大丈夫花粉症強いんですね。花粉症強いって花粉がすごいんですね。<laughs> <laughs> 大丈夫 <laughs> 大丈夫です。僕は、比較的大丈夫なんですけど、いいうん、若干、徐々に来てる感じはありますね。 今日鼻むずむずすんな、みたいな。鼻その程度でしょその程度なんです。だからなんか、本当の、もうすごい花粉症の人にそれを言うと、お前ふざけんなよって言われます。いやー、もう <laughs> 僕こんなひどくなかったですもん。目もきますきます。目も鼻も今年やばいっすね。やばいっすか。てか、もともとな、なかったもん、花粉症。え ?20 代後半ぐらいから親って思い出して。あじゃあそれだ。あのねー。 まあほら言うじゃないですかよくコップの水が溢れる的な表現を。それなんだろうなと。前平気だったのに。うん。突然、あれ、花が、みたいな。始まりはどこでしたか始まりはどこあ、でもね、ロケで、はい。日光に、はい。行った時に、山だから、好きだ。たくさんあるんですよ。もうそこでやばくて、はい。一緒に行ったメイクさんとかも、もう目真っ赤になっちゃったりして。あ、ええ。そこから爆発的に、やっぱ、 そこで人生のほとんどの杉花粉を僕は吸収したんでしょうね。<laughs> なるほど。カジさんの、もう杉勇気だよね。<laughs> カジ勇気。もう杉、杉,勇気杉さんだ違う気になっちゃってました今日杉 <laughs> 杉さんって呼んでま今日杉さんですかえ、<ー> <laughs> いいですね。杉さん。<laughs>